ご無沙汰しています。黒川です。えっ、ー、と、ようこそ、Welcome back to t a c k e s All Night Anatomy.Bro.Bro.Bro. と bro, bro. いうわけでテンション上げて、ニューアルアナトミーに会たいと思います。あの、難しいのは、ニューアルアナトミーって結構みんな恐怖抱いてると思うんですよ、ね。先輩もみんな難しい難しいってすごい言うと思うんですけど、なぜ難しいかだけちょっと軽く、 夏休みスペシャルとして、えっと、教えたいと思います。まず、1、量が多い。それは量が多かったら大変ですよね。覚えることも多いし。2、順序立てがすごく難しい。あの、何を、どういう順番で覚えるべきとか、その、あの、何を読めば、その、順番通りにやるっていうのが難しい。だから、組み立てにくい勉強がとても。3、大体先輩もよく分かってないから先輩もうまく教えてくれない。 僕もよく分かってないとこいっぱいあります。なので、今回のラジオは、えっ、ー、と、今回の、これから続くニューラーアナトメスペシャルは、と僕の、僕なりに分かりやすいだろうなっていう分け方をして、一つの流れを作ることを目的としているので、まあ、これに沿わない可能性もあるんですよ、学校が。だから、そうは分かってるけど、僕はそのシステマティックに覚えるときにはこうやって覚えたほうが、一番、なんていうの、 あの、覚えやすいんじゃないかなと思ってやってるんで、あの、学校のあれに帰ってないんですけどとか言われても、正直困っちゃうな。ってことで、今回は、えっ、ーと,えーと,えー、と、本題に入るんですけど、今回は、ニューロの,あの神経のわけわかんないぐちゃぐちゃの話とか脳みその話とかするのを最初からするとみんな大体つまずくので、一番簡単な髄膜と、えっ、ー、と、脊髄と、 脳質の話を、その他ものもの話をしたいと思います。えっ、ー、と、英語でこれタイトルメニンジーズ、スパイナルコール、フンチリコール、アソシエーティストラクションって書いてるんだけど、あの、このノートを急いで作ったんで、誤字脱字がすごい多いことにさっき気づいたんで、すみません。じゃ行きましょう。まず、一番ベーシックで覚えなきゃいけないんだけれども、あんまり聞かれないことがこれ。brain vesicle development でなぜこれが厄介かというと、 あ、間違えた。大事かっていうと、みんなエンブリオルジーサボるんで、これを忘れるんですけど、ニューラルチューブがあります。ニューラルチューブっていうものが、ニューラルレーションでできるんですけど、それが、その中でも脳みそを作るところがあって、ここなんですけど、フォーブレイン、ミッドレイン、ハインドブレイン、えっ、ー、と、プラゼンセファロン、メゼンセファロン、ロンベンセファロンってこれあるんですけど、これがどん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 大きくなっていって、いろんなものになるよって。で、例えば、 脳ースベンチュ i c l 引いたっていうあのトピックで引いて聞かれた。おっしゃ、めっちゃ簡単じゃんって、撮るとこも簡単だし、ラッキーと思ってたら、ここでつまずく、ここのこのキャビティがどうやってできてるかを知らないと、えっ、ー、と、とても先生嫌な顔すると思うので、ポイントとしては今回話すのは、ベンチ t r i c l e はてキャビティすなわち、水が入って空になってっるもの、えー、っていうのがまず一つと、あとは、 えっと、今回は話さないんですけど、cerebral hemisphere 大脳半球があったり、えっと、thalamus, midbrain, pons, cerebrum, medulla この midbrain, pons, medulla っていうのは全部脳幹の話ですね。brain c e l の話です。大きく分けて、もちろんこれは暗記しなきゃいけないんですけど、大きく分けて脳みそっていうのは話さないよっていうのは今今日話す associated structure と、大脳半球と、脳幹と、 ここにセ l l u m とあるんですけど、小脳と、えっと、えっと、脊髄と脳のつながり。だから tracked ってよくみんなトラックがどうとか言うんですけど、上級生の人は。と、えっと、みんな嫌いな、このディエンセファロン。もう、何これみたいなやつばっかり。意味がわかんないし、よくわかってないし、本にもよく書いてないみたいなのが、一番嫌がられるとわかんないですけど、僕は嫌でしたね。なんでそこを、 えっと、まずこの図を覚えておいてください。で、きちんとマランキしてください。マランキ、うん、マランキしかないね、これは。じゃあきます。えっ、ー、と、まず、髄膜の話。髄膜っていうのは何かっていうと、えっ、ー、と、脳みそを豆腐としたときに、あの、すごい、は何言ってんのお前みたいな、豆腐食いすぎなんじゃねえのみたいな、黒がバカじゃないのって思わないでちゃんと聞いてください。豆腐って、 柔らかいですよね。昔の豆腐って箱に、ちょっといいやつって箱、木,木箱に入ってるじゃないですか。あの木箱が、えっ、ー、と、スカオだとして、頭蓋骨だとしたときね、豆腐が飲みそうな。でも、で、今回この、髄膜っていうのはその豆腐の上に本、売ってる時多分載ってないと思うけど、サランラップがかけてありました。そのサランラップの上に、えっ、ー、と、 豆腐がよね、1、2、3個あったとして、その1個ずつね、サランラップがまず包んである。で、そのサランラップを、えっ、ー、と、あれって考えたら木箱関係ねえな。まあ、いや、そのサランラップ入ってる豆腐を1つの袋に入れました。買い物するとき。で、その買い物した袋を自分のカバンに入れます。っていうのが、まずイメージできたら、このままなんですけど、えっ、ー、と、パキメニックスとレプトメニクスで、 あの、硬いのと柔らかいので分けてるんですけど、硬いのがパキ、パキパキしてるから、硬いって覚えてください。えっ、ー、と、d u r えっ、ー、と、ペルシア語だったかアルビア語だったかっとして忘れたんですけど、母なる大地っていう意味なんですけど、結局、母なる大地ね、母なるなんとか、忘れちゃった、うん。えっ、ー、と、あ、違う、硬い母だ、おした、うん。硬い母ってなんだよって話したけど、体が硬いみたいな。えっ、ー、と、巻一番外の、 全部包んでいるカバンが Duramatter でアラクノイドっていうのはビニール袋でピアマダルっていうのはサランラップどういうことかっていうと脳の溝に沿って脳全てを包んでいるのがピアマダルこれちなみに開いてますここすいませんでアラクノイドマダルまたはアラクノイドメンブレインとも言うんですけどっていうのは全体を覆っているんですよねそれぞれの溝の中には食い込んでなくてただふわっと か本当はこっちの方がサランラップって感じなんだけど。で、えっ、ー、と、カバンみたいになってる、水泳の帽子みたいな構造が、Duramatter っていうところがまず3つ大きく書ります。で、いろいろこう、ここに書いてあるんですけど、僕のノート。あんまり大事じゃなくて、大事なのは、ここの Structure で、Fox、えっと、2つ。c e r e b e l l m と Cerebri って、えっと、三日月のような、鎌のような形をした、ウルトラマンの 頭についてるあれ。ああいう感じなんですけど、あれをフォークスって言います。で、えっ、ー、と、t e n っていうのは、もうそのまま、今、多分イメージ通りで、テントのことです。で、ダイアフラムっていうのは、横隔膜。で、このダイアフラムをみんな勘違いするんですけど、あの、勘違,勘違いって言い方は違うかもしれないけど、間違って使ってる。なぜかっていうと、ダイアフラムっていうのは日本語でも横隔膜って言います。で、この横隔膜っていうのは、横にただ隔ててる膜なわけだから、 わかりますよね。大角膜。横に隔てる膜だから。お腹の、お腹と、要は、thoracic cavity と abdominal cavity を分けてるから、横角膜なんではなくて、なんでもいいから横になってれば、まあ、角膜なんです。すると、えっ、ー、と、何言いたいんだろう。あ、そうそう,そう、えっと、すると、 abdominal diaphragm って言うべきか diaphragm celli って言うべきか pelvic diaphragm って言うべきかはきちんと守らなきゃいけなくてすべてその、えっと、形容詞をつけないといけないでただ diaphragm っていうのを言うことすごいみんな多いんでこれをやめてください必ず diaphragm celli なのか abdominal diaphragm なのか pelvic diaphragm なのかきちんとステージしてくださいあとは ジェルサイナスって言って、サイナスっていうのは結局なんかパウチみたいな、パウチってわかるかなお,お水が溜まってる袋じゃない、袋ではないけど、うーんー、ポーチだ、日本語で。ポーチ。みたいな小さいストラクチャーのことで、血管の代わりに、ま、正確には静脈血が通るんですけど、代わりに、えっ、ー、と、少し溜まる空間があります。それをサイナスって言います。で、あと、トリジェメロ・ケービティとはいずれ出てくるし、あと、スカルやちゃんと勉強した人はそれで覚えてると思うので、 覚えていいください次に、それぞれ個別に見ていきたいと思います。えっ、ー、と、Duramatter のまず話から。Duramatter っていうのは、えっ、ー、と、あ、そうだ、ね、えっ、ー、と、写真でも見た方がいいかもしれないですね。えっ、ー、と、まあいい写真が、確かに記憶が、ちなみにイリュウの漫画をダウンロードしようとしてます。ちょっと暇なんでイリュウでも読もうかなと思って。 ちょっと待ってねインターネットが遅くて困っちゃいますねはい DuraMatter っていうのはこの絵が僕好きなんですけど Wikipedia 何か困ったら Wikipedia 皮がある皮膚があるペ o アステ u ムってメンバレンがある骨がある骨の下から123ってこういうマークがありますこれがこれをイメージして覚えてください Dura、アラクナ、ピア ゴロとかいらないと思います。普通に覚えてください。で、えー、っとフークス、ファ x c e r リー。r i これはね、あの、きちんと本当を見た方がいいんですけど、あの、あの、本、本物をね、けどちょっと持ってないので、このビデオで映するわけにもいかないので、このアトラスである人はアトラスト見ながら。ファークス、r e b r i t っていうのは、ウルトラマンの頭についてるやつみたいなやつで、大脳半球を二つに分けているっていうのが大事ます。一つ。 食い込んでるだけです、マークが。えっ、ー、と、それと一緒で、セレベラ・フォークスっていうのは、フォークス・テレベ、テレベリでもいいんですけど、性能間を分ける。なんでこっち英語で書いて日本語で書いてのか、俺もよくわかんないですけど。さっき言った、テントリアム。テンプロアクセブ o c って言って、側頭用と後頭用のところを、えっ、ー、と、ん側頭用。あ、いいのかなのところを、小能から分けてる。結局は、あの、 まあ、テントの形してる。何してるかって言うと、ただその、大脳と小脳を分けてるっていう、それだけです。ダイアフ h r a g っていうのは、ハイポハイパ y フ i ス、えハイパフ p シスハイパ h y p o p h y s i s h y わかんない。うん、の、えっ、ー、と、屋根をパンってやってるやつで。まあ、これもね、スカルフ見ながら授業した方が本当はいいので、えっ、ー、と、それをお勧めします。一回、あれを開いて、これこここで絵を自分で開いてください。あの、 わかるでしょうん、で、あと、Dural s i n u s これね、結構厄介で、えっ、ー、と、実はこの Dural s i n u s っていうのをきちんと、えっ、ー、と、発見っ,っていうか、解剖学的にきちんと勉強して、今の現代のその覚え方にしたのを先生が、実はうちのパパの師匠だったらしくて、最近知って、おお、すげえなとか思ったんですけど、まあ、それ覚えておいて、えっ、ー、と、全部、Internal Jugular Vein に行きます。Internal Jugular Vein に行くっていうのを覚えてください。 はい、次にパキメニクス、えー、とのブロッドサプライ。えーとまあ、これはね、あんまり難しくないんで、えっ、ー、と、暇あったら、ここで YouTube 止めて、書き出して、覚えてください。そんなに難しくないです。ただ、ただ、絶対に覚えなきゃいけないのが一つ。このミドルメニンジオ。アーテリー。必ず覚えなきゃいけないです。なんでかっていうと、ここにエピデュロヒメトマって書いてるんですけど、えっ、ー、と、 硬膜の上で血が固まって、えっ、ー、と、血腫になる。危ない話。まあ、後でこの話しますけど、えっ、ー、と、覚えてください。あとこのフォラーメン、フォルマーネって何やって話ですよね。フォ,フォラーメンのスピ,スピノーズム。これやってたと思うんですけど、三つのフォラーメン、ロトゥンドム、スピノーズム、オヴァレってやったうちの一つで、このミノメネンジオアーテリーは、しかも、えっ、ー、と、スカウの横を張ってるから、必ず後がついてるっていうのも大事なので、必ずマークが、うん、 あの、できるんですよね。解剖学的には。はい。次いきます。で、これ、結局今のめんどくせえから、これ覚えてくれっていうのが僕の今回の話ですね。あの、インターナルとエクサーナルからダブルできてるよって、ここのあブランチもきちんと覚えてください。えっと、ミデオメニンジアルアーティリー、これ忘れずに。で、パキメネクスのイノベーション。あの、うん、そんなに聞かれないと思うんですけど、 一応、一二三、十っていうのが大事だよと。あと、スーペリアサービカルガングリオンっていうのを、えー、と、覚えておけば、大しては難しくないと思うます五番だよっていうのだけポイント。五と十だよって。じゃあ、五かき二の十なんだから覚えやすいでしょ。五と十。で、えっ、ー、と、スペース。これが厄介で、みんな、ちゃんと。覚えてるんだけど、えっ、ー、と、覚えやすいことなんだけど、パソロジーまでこれを引っ張って覚えなきゃいけないんですよね。本当は。 パトロジーでこれを何も勉強しないで言あの、言えるようになってくれれば、僕もすごい人生楽なんですけど、じゃあ話していきます。まず、ドゥラがまず一層目にあったとして、ドゥラ、アラクノイド、ピアがあるから、その間に3個あるから、両端に全部で1、2、3、4、えー、っと、の空間ができますよね。その、ドゥラの上が、 エピデュロスペース。要は骨側がね。で、その下反対側はサブデュロスペース。で、アラクノイドメンブレーの下に、ピアとアラクノイドの間にあるのがサブアラクノイドスペース。で、蜘蛛膜下出血ってよく言うやつの蜘膜膜下ですね。えっ、ー、と、あーすみません、喉が、昨日叫びすぎて喉が。で、えっ、ー、と、サブピアはないのって思うんですけど、ピアの下はもう膜。まあ一応,一応あるけど、ほとんどの場合は、えっ、ー、と、 脳の本体の出血になってることが多くて、parenchymal bleeding って言うんですけど、hemorrhage って言うんですけど、あの、えっと、サブピアとかはいません。エピ・アラクノイドとも言いません。それはサブドゥラです。それはわかると思うんですけど、で、えっと、ちょっと覚えなきゃいけないことが、このスパイナルとクレニオって俺二つ書いてるんですけど、えっと、そもそもドゥラっていうのは二層になってます。二層になっているので、その、あ、えっと、 クレニウムとスパイルコールのドゥラはちょ、ちょっと、えっ、ー、と、2層になってるからちょっと違うんですよね。そのドゥラが2層になってるからちょっと効果が変わってくる。でそれなぜかというと、これ書いてあるんですけど、Between the Dura and the Vertebral, BTB ってこれ、Vertebral って、p e r i o a s t i u m って書いてあるんですけど、骨の膜と、えっ、ー、と、ドゥラがぴったりくっついちゃってるのがクレニウムなんですよね。 くっついちゃうから、2層の膜が開くしかなくて、そこの間にスペースができちゃうのが、cranial epidural space。言い換えると、本当は、あの、フィジアロジカルの状態では、健康な人では起きない、あないスペースなんですよね。cranial epidural space。に対して spinal epidural space っていうのは、とそもそも、えっ、ー、と、1層の、ドゥラが1層の状態で、p e r i テ s t e m の間にスペースがある。 だからここにアネステティックをぶち込んで、ナブブックあのあの主産するときのエピエピエピっていうやつ、これですね。だからちょっとこれ、あの、あのあるな、普段はないものっていうのをきちんと認識してください。じゃサブドゥラはあるのって言ったら、一応全部ないのが OK なんです。一応。もちろんサブアラクノイドスペースはあるけど、これはまた後で出てくる Circle of Willis っていうやつで、ね、出てくるんですけど、それはあるんですけど、それ以外はありません。えっ、ー、と、この s i s t e r シスターの結局何かというと、あのアラックの上のところに、えー、とな,んなんか空間ができるんですよ。の空間が覚えなきゃいけなくて、700個あってぶ、ぶっちゃけめんどくさいから、これしか覚えなかったんですけど、あんま聞かれないんで、この Lumber s ン s t e m が Lumber Puncture で入れて CSF の中の、えー、となんだっけバクテリアとか感染症とか調べるとき大事だよっていうのを覚えておいてください。Virtual あのウ e ル s をね。Virtual ンススペーというのは、まあ、聞かれるることもあるんで、結局、血管があって、その血管の周りに、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんてつったいうなんだろうね、フ luid-filled canals があって、まあ、ちょっとだから血管があったら周りに少しフルイドがありますよっていうそのスペースのことで、まあ、なんで大事かというと、その、あのバーチャルロビンスペースがちょっとダイレートすると、拡張すると、 えっと、アルツハイマーだったり、そういう Neurodegenerative Disorder に繋がってんじゃないかっていうことで一応覚えなきゃいけないので、まあ、特にその、見てこれだってわかるもんじゃなありません。Layers of s 止めて、全部覚えてください。このまま。ピアマターは一つの言葉じゃありません。すみません。えっ、ー、と、ばーって書いて覚えてください。これはこのまま。でも考えたらわかるでもさっき言ってる話をただこれはあの書き直しただけなんで、かっこよく。筆記で出ると思います、こういうのは。 えっと、Venus, Dural, Sinus. 続けて、d ョ r a l Sinus の話をするんですけど、ちょっと厄介で、名前がいっぱいあると。これ暗記してもいいんですよ、全部。インターナルジャイラーベに入るよって。覚えてもいいんだけど、絵を見て覚えると。とても簡単です。えー、紹介します。僕の友達の、ジョンです。友情出演していただいてます。えっ、ー、と、今ここで、 邪魔なものがいっぱいあるのでちょっと消していきますけど。あの、なななあれ忘れえっ、ー、と、ここにあるこうハンガーみたいになってる。これ、大きくてすごい大事なんでかというと CS F、CSF のドレーニングという、わかるよね。流してるやつをし。をしている、Sub、サブアラクノイドグラニュレーションというものがついてる、えっと、えっ、ー、と、ものなんですけど、この、スペリア・サジトル・サイナスというのを、 一番大事です。これ入れなかったらもう、もう即、即、もう退学で俺、俺だったら。<laughs> まあいいんですけど。この、スペリル刺したュが上から血を集めてきて、見えるかなここ行くんですよね。これ、まず上は。ズームします。ズーム失敗しましたね。これです。ここにくっつくんですよね。このくっついたらちょっと邪魔なんでしょう、ね。で、えー、っと、 このくっついたとこ見たら confluence of science って書いてるんですけど confluence ってのは結局くっついてるだけだよってことを言いたいだけであって別にそんなあの名前がかっこいいわけじゃなくてただいっぱいいろんなものがガチャンガチャンガシャンって要はこうあのジャンクションになってるよって言いたいだけで,でこの superior size t、so、science じゃ上から来たんだからもう一個他にもあるんですよねって、まあ、本,当は本当はここからいいかなえっ、ー、とまずこれこここう同じような椅子字になってる真ん中辺から来てる これがインフェリ r のサジ l s サイ u s ちょっとちっちゃくて。で、こいつがスト h ートサイ u スっていうちょっとコネクションみたいなところをくっついて、ハンガーくっついて、ハンガー二つ目ね。またここ行きます。じゃあ今度上二つ行って前のこの辺をカバーしたんだから、じゃあ次は横カバーしないといけないですよね。じゃあこいつら。ちょっとその言葉通り trans sinus、transverse サイ u s で、あとは下の後頭部のところこの辺、occipital サイネスって大事ですね。この c o n f l u e n s e のサイネスってこれよく見たら、 みんなが血ここに集まってる気がなんとなくしますね。してか、なんとなくここに向かってる気がしますね。どっちに行くのって、実は横に行くんです。こっち。だからこう来てるんじゃなくて、こっちに外に向かって出てるんですよね。この transverse sinus を追っていくと、こ,この2つブランチができます。Uh huh. superior と sigmoid sinus、superior p e t r o s e a l sinus と sigmoid sinus。でちょっと ちょっとジャマイカなのでこの辺消し,してみてえっとするとわかりますちょっと見,ちょっと見えにくいけど Oh it's too much こいつあ、えー、っああ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  o s a l sinus ああああああこああ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 あ s ああ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 あないでしょ で、大事で、えっ、ー、と、こいつどこ行くのって言ったら、こうなってる、スフェノパ,パラエタルサイナス。要は、顔側の方に。こいつ、ここに入ります。じゃ、この入ったやつがどこ行くかっていうのも覚えなきゃいけなくて、すると、これ見えるかなこの怪しい、ポンスを消した。これバズラープレクセスとか。すると、えっ、ー、と、ここの、なんか、なんつうんだろう、フォークみたいな形のやつがあるじゃないですか。そね。これ。 ここに向かってさーっと行って、まあ、覚えなくても多分いいと思うんですけど、結局はまあ、こう行って、ここ入って、パチュアプレクサス行ってっていう話なんですよ。すると、さっき戻りますけど話、スピリアルー・パチうどサイネスからこう行ってて、あれじゃあ、こう来て、あれくっついてね、みたいな。こうやって。わかりますインフェリアルに、スペリアルから行って、もちろんこっちからこう行くのもあるんですけど、まあ、行きましたと。すると、 ここ来るんですよね。さっきの、さっきの、シグボイドサイナスってっこっちの下に降りた方に戻ってきます。よくわかんないでしょ。もうこれだけで多分見てる人、頭痛い,痛い人多分いると思うんですけど。これ、Internal Jugular Vein。とても大事です。Internal Jugular Vein が、スーって首の下行って、どこに行くんですか ?Superior V e n a cava に行って、心臓は Right Atrium に戻りますよね。えっと、今言ったの、すごく嫌かだったと思うので、みんな、そんな皆さんのために、 できる限りこの辺を排除してお見せしたいんですけど、意外と難しい、ね。見えるかな見えますかって確認できないところがこのラジオの一番のダメなところなんですけど、残念ながら、そのテクノロジーは今、ないので、我慢してください。<laughs> えっと、もう一回今スペーリー、Superior Inferior が来て、コンフルエンスでトランスバ v e 側に向かう。あとオクセ y b が下からクール。 この辺のごっちゃしてるの何個かありましたよね。まずここでブランチ。スーパリア・ペトローザーで、えっ、ー、と、セグモイド。セグモイドが大きいよね。見た感じも。大きい、大きい、大きいって感じで。大きいからこのままジャギュラーに入るよって。まず一個目覚える。他のこの厄介なの何個か。えっ、ー、と、スーパリア・ペトローザー。カバーナス・サイナス。えっ、ー、と、シュち、えー、なみにカバーナス・サイナスはスペロパラダイノ。 スペルをパラエタルサイラスから入ってくる。いろいろこれベインとかあるんだけど、一回置いといて。で、ここのプレクサスに来る。戻って、インフィリアペトローザルを通して戻る。ペトローザルがないと死ぬよね、だから。で、ジャギラに行くよって。覚えてください。超大変です。はい。これだけで5分とか使いましたよ。えっ、ー、と、これだから、あんまりこの表を見て覚えないようにてください。あと、ペアド、アンペアド、見たら分かると思うので、あの気にせず。 これ一応絵もあるんですけど、さっきの、多分 CG、3D やスとか、アトラスとかあったらいいかなと思います。で、すごく大事で僕が大好きなトピック。これもう小学校の時に親に教えてもらって、意味が分かんなくて、だからなんで俺こんなことしやんなあかんねんとか思いながらやってたんですけど、subdural hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, epidural hemorrhage っていうのが、えっと、頭を怪我した時のメインの、えっと、な,なんつうの、 病気じゃないけど、まあ、病名なんですけど、まあ、どういう風うに怪我するかによって、ものすごくこれ、できるものが違うんですよね。まず、トラウマによって、トラウマって外傷によって起きるのが、サブデゥロとエピデゥロの2つです。で、転ぶ場合って2種類あって、転ぶじゃないかもしれない、頭ぶつ、ぶつ場合って2つあって、1つは、ぶん殴られるとか、物がバーンとぶつかって、もう、明らかにやばそう、血が出てる、あお、みたいな。あの、 すべてのトム・クルーズの映画がそんな感じですよね。お前絶対頭うつすぎやろみたいな。あれがエピドラー・ヘマラッチです。さっきも言ったミドル・メネンジオ・アーテリーがプシッと行くので、本当はスペース・ナイハーさんのところが、これがない。ツーって膨らんでいきます。膨らん、ポイントは、えっ、ー、と、見た感じやばいのでどう見ても。あの、やばいってことは病院に絶対連れてくんですよね。だから、 えっと、除去できるし、あとは直す、直すのがすごい、あの、生存率が高いんですよ、ね。直すの簡単だから。すぐわかるから。それに対して sub、subdural hemorrhage っていうのは、bridging vein っていう、ここ。にあって、その bridging vein って何かっていうと、あの、港に船浮かんでるロープ、船を押さえてるロープみたいな感じの。あれが、切れるんですけど、じゃどうやって切れるのかっていうと、回転運動を伴う外傷。 具体的には、お風呂場でおじいちゃん、おばあちゃんが滑るとか、階段から回転して落ちるとか、体育の授業で回転して転ぶとか、こういうのが多くて、なんで、こっちの方が危ないかっていうと、あ大丈夫、大丈夫、転んだけど大丈夫だよっていう会話をしばらく続けるでもしばらくっていうのは何ヶ月もかかるし、1年とかかかる可能性もあるし、で、気づいたら、すごい量の血が溜まってて、その頃にはものすごいコンプレッションが、脳に対して、 圧迫してるんですよ、ね、これが良くない。こういうのを Space Occupying l e s i o n って言うんですけど、SOL って言うんですけど、要は、本来そこにあるべきところを圧迫されて、そこが壊死しちゃうから困るっていう話、あとはヘニエーションを起こしちゃうから困るっていう話なんですけど、えっ、ー、と、覚えなきゃいけないのは Epidural これ、Biconvex まあ、あの、なんていうんだ、えっ、ー、と、レンズのような形っていうのは一つで、こっちは三日月型って覚えてください。 で、サバーラクノイドっていうのは、これ、ヘントインジェリーって書いてあるんですけど、これ、大間違いです。すいません。あの、ハイプルテンションが、cause の、えっ、ー、と、アニューリズム、動脈瘤。えっ、ー、と、ウィルス、Circle of Willis の動脈瘤で、どういうところにできるかというと、ブランチングのところにできるんですよね。えー、それはベ、ベリーアニュリズムって言います。イチゴ型のアニュリズム、イチゴ状って言います。えっ、ー、と、 厄介です、これ結構。でも、意外と、えっ、ー、と、動脈力できることはあっても、これ破裂するまで行く人って意外と少ないです。1%ぐらいしかいないので、一番大事なのは、サブ b ュ u r a l h e m o だから、もしそういう、転んだ家族が頭をぶつけて転んだ人がいたら、えっ、ー、と、しばらく経ってから、頭の CT 取るなり、MR 取るなり、することをお勧めいたします。えー、続きまして、 cerebral ventricle の話です。もう今話しただけでも結構な量あるのに、まあ、まだあんのかよって感じしませんかねしますよね。じゃあ、これもさっと戻します。lateral ventricle と third ventricle, th これが1、2ってことですね。1、2、3、4あります。まず4つあります。覚えなきゃいけないのは4つあるってこと。これは、えー、っとね、いざ見てみたら、とてもなんかかっこいい宇宙船みたいな形してるんですけど、結局何かっていうと、e p e n d i m a l cell が作っている セーブロースパイナルフルウィドを含んでいる空間のことです。この空間がなぜ大事かというと、まあ、一つは、セーブロースパイナルフルウィドっていうのはすごい大事だから、そのどういう風にできて、どういう風に、えっと、運ばれていくかっていうのを覚えなきゃいけないっていうのが一つ。えっ、ー、と、絵を具体的に見ますと、これです。えーい、おこれです、これなんか、かっこよくないですか、ね、これ結構好きなんですよね。で、えっ、ー、と、 ラテロンと下がってきて、ここにある 3rd と下にあるちっちゃいォ t h で、ここのアクエダクトっていうのはこれ Sylvian d u c っていうんですけど、だとこの Canal。で、あとは外にまた出てまた一周してぐるぐるって、豆腐の水みたいな感じで戻ってくるっていうのが、えっと、形です。この形とかあと細かいこともいろいろ書いてある。それはあのグロースアナトミーだったり、アドラスだったらに書いてあるのってそれを読んでください。この Horn とかいろいろあるんですけど、めんどくさいので。でも大事なことがあって、 セレブロスパイナルフルードを作るところっていうのはコロイドプレクサスっていう名前になっています。このコロイドプレクサスがどこにあるか覚えなきゃいけない。基本的にはノーコロイドって書いてあるそれ以外は全部コロイドあるんですけど、それを言わなきゃいけない。どこにあるか、言い切ってください。多分わかると思います。でも書いてあるんで、僕のノートにも。えっ、ー、と、さっき言ったと思うけど、Lateral Ventricle はテレンセファロン、要は大脳半球の方から 一番最初に戻ってね。内の半球のキャブリ t っていうのも覚えておいてください。えっ、ー、と、ちなみにこいつらは外に出るときに、かっこいいね、フォラーメンの名前があるんですけど、このモンロー、モンローではなくて、ラテラルとメディアで一個ずつ名前かっこよくついたので、それ。もしノートに載ってたら、UC に載ってなかったら、調べてみてください。えー、次、スパイ n a コー o もうこれはね、イメージ難しくないですよね。だって、 これだ。ただの、ただの、なんか、生死みたいなやつですよ。すると、これが脳幹なんですけども、ちょっと片方だけ外せたら嬉しいな。あ、OK、脳幹になってるんですけど、こういう風になってますね。独特の形がありますたね。これは何かっていうと、e r v i c a l ランボサクラルのエンロージメントがあ神経が多いんですよね、そこからだから、それはなんでかっていうと、みなさん、アナトミの一学期でやった上司、歌詞。brachialplexus, lumbarplexus, sacroplexus。こいつらのおかげです。えっと、conus m レスとフィルムターミナ m t コ r ダ i n a l e っていうのは、末端の話で、えっと、僕さっき使ってたやつだとちょっとわかりにくいんですけど、えっと、 ああえっ、ー、と、さっきの船の話っと覚えて思い出してほしいんですけど、船って、怒りをまず下ろして、その後にロープで、側面を縛って、昔のとこにね、えっ、ー、と、港につけるんですけど、同じ発想で、怒りが、まずあるんですよね。それがこのフィルムターミナーレ。で、コーヌスっていうのは、ただ末端っこうなってるだけなんですそれは大したら面白くないんですけど、まあ、それは、あの、 アトラス見たらわかると思うんで。そんな、申し訳ないんですけど。えっ、ー、と、河田役へなっていうのは、また、今まで神経まとまってたスパイナルコードがなんか、ふわふわふわって馬の尻尾みたいに広がっちゃったの。写真が、もしゃったら絵があります。これです。こう、外に出てこういう感じで。これがカー田役へな。って言って、針刺すとき、ここに刺します。なんでかっていうと、神経を傷つけないから。スパイナルコードだったら傷つけちゃうけど、気をつけて針刺す分には、河田役へなは刺さらないからです。 で、これアンクルされてるのがフィルムターミナルっていうのがあります。あと覚えなきゃいけないのが、えー、怒りじゃないんだけど、そのロープみたいになってるもの。そのロープをデンテイト、歯型のデンテイトリガメントって言います。これは当たり前なのでわかると思うので、そんなにあの気にしないで止めて後でへーとか思ってください。ね、スパイ i n コーチセグメント、これもすごい大事で覚えなきゃいけないことがあって、 もちろんこのマイリンステイニングも覚えなきゃいけないけど、それはヒストロシーなんで、またいつか言います。えー、っと、イメージしてください。今、棒人、棒人間わかるあの、あの、丸書いて、すごい一番簡単す。あれを一回自分のノットに書いてみたらわかると思うんですけど、それで描きました。じゃあ、足から来る神経と、手から来る神経を順番に矢印で頭に向かって持っていこうとすると、 背中を通るとすると、必ず足のファイバーが内側に来るっていうのはわかりますよね。すると、スパイナルコードを切ったときに、内側にあればあるほど、えっ、ー、と、体の下に行くよっていうのを覚えなきゃいけなくて。これちょっと、この辺いらないんで、あの、するします。えっったかなこれ !white matter が上に上がっていくるにつるて、コードはラストのディレクションも意味わかんないでしょ、これだけだ。要は、 あ、これカーラーピックロー、これ。下に行く方が、どん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 、あの、外に、あれちょっと待って。間違っちゃった。まあ、いいや。あの、このカーラーピックローの話は、ローバーセグメントが外に出るよって話なんですけど、えっ、ー、と、センサリーの話だと、センサリーナーブだと、内側にどんどん入ってくっていう。ちょ、ちょっとね、あの、ここやかね。もうこの時点で多分、おわー、カは全然分かってないじゃんって多分思ってるんですけど、 ちゃんと説明しないといけないところが何個かあって、なんでかというと、トラクトによって、トラクトっていうのは、例えば今、ここに、少し、何もなさそうじゃないですか。ここに、ラン、ラン、ラン、ロンバー、サクラル、えっと、トラシックって言って、セグメントができるんですよね。ちょっと写真、今ないんですけど、申し訳ないことに。ちょっと忘れてもいいんですけど、最悪。あるんですね。その、その法,法則がカーラーピックロでーで、えっと、 それ以外は全部、えっ、ー、と、逆になってます。えっ、ー、と、詳しくはチューターで <laughs>。とか思いながら。えっ、ー、と、えー、ね、ちょっと、わかりにくいから絵を出しますか。えー、あういや、いやいやいや。あ、なみにこれ、ラミナーオーガナイゼーションってこれ、ただ覚えるだけなんで、適当に覚えてください。あの、1から。 10、あれ ?1 から10か9だったかな ?10 だったかなただ、こうやってお雰囲気を覚えるだけなんで、これはノートに書いてさって適当に覚えてください。えー、っと、うん、あったーこれっす。これっす。こういう風にトラクトを覚えるトラクトって、まあ、全部 こんぐらいあるんですけど、これサクロ、これ、これ例えば見たら、サクロ、これもほら、外側に向かってサクロ、サクロは下になってますよね。サービカルが内側になってます。そういうことです。この話。これじゃなくて、手の神経は必ず上に来るっていうのは、それはまた別の神経ね。OK ですかいいじゃないかもしれないです。この絵、大事なんで、保存できた後で,で、あの、部屋に貼っとけばいいんじゃないかな。 こういう風に、すごくエクセプションがすごい多いので。このスパイナーコードの断面図は簡単なんで説明しません。昔やったと思うんで。止めて、適当に読んでください。<laughs> えっと、Lumber Puncture。さっき言ったんですけど、Lumber の、えー、っと、シスターンに入れるよねって話して、ここも引っ切れてる。どういう、何を貫くのかっていうのをここ聞かれるので、止めて、書き出して覚えてください。ポイントは、Lumber Puncture ってやるとき2種類あって、1つは、 大まかに2種類あって1つはえ髄膜炎の可能性があるために CSF にいるバクテリアを調べたいサンプリングでもう1つはさっき言ったスペースアーキファイングリージュンのおかげで頭の中の圧力が上がっちゃう圧力が上がるとさらに、えー、と脳みそに負担がかかっちゃうのでその、えー、と他のところでつながっているところで水分を抜いてやれば相対的に圧力が下がるっていう発想でランバーパンクチャーを使って c s f を抜こうっていう二つの症状があります。えっ、ー、と、危ないのが、これ、イントロクリニアプッションが上がってる時にやる分にはいいんだけど、普通の時にや、調子の後にやったら、引っ張られて脳みそが、ブレインのヘニエーションを起こして、死んじゃう可能性があるっていうのは、危ないです。えー、続けて、spinal meninges。これも、あの、 レイヤーが違うよって、さっき言った空間があ開くよって、骨と間に、骨と,えっとなんだっけ、骨と硬、えー、膜の間に穴があ、溝が開くよっていう話だけなんで。あこのデンティキュレート。さっきデンテートって言っちゃった間違ったごめん。デンティキュレートでした。すいません。あの、あるっての覚えといてください。スパイナで,で、えっと、Blood Supply と Venus Drainage of Spinal Cord は結構厄介で、確か土坊先生がノー作ってると思うんですけど、厄介で結構覚えにくいため、 えっと、時間かかります。だけど、ポイントはすごい簡単で。アンテリアとポステリアがあるよあと、アーキュエットブランチって言って、反対側に繋がってるのがあるよ。まずこれだけ。どっから来るか。アンテリアは、vertebral, えっ、ー、と、アーティリーから来て、posterior は、えっ、ー、と、also vertebral artery なんだけど、このね、バゾコロナっていうのを言えないと。 アンテ Posterior Spinal Artery Forms すご,いすごいっぱい血が通る網みたいなのできるんですけどプレクセス作るんですけどこれはバゾコロナって言わないといい必ずこの2つを言った後に言ってください。あとはそれぞれセグメントアー e リーっていうのがあっていろんな動脈から来ているよははは,はーとかこれも別に大事じゃないんだけどこのグレートアンテリアメディラリーアーテリーオブアダムキ e ヴ i ッツああもう名前が長くてイライラするみたいなやつは覚えてください。<laughs> セグメンタルアーテリーって言った後にセグ,セグメンタルアーテリーもあるよね。そしてその中で大きくて左側に多分あるのがグレートアンテリアメディラリーアーテリーオブアダムキーブ。つって言えたら五だと思います。ウィンスストレインはすんごい細かいんですけど、アンテリアミディアンとポストレミディアンがある。ああここコマじゃない。あとポステロラテラルアンテロラテラルがある。もうこれも四つます。でブランチがあってインターバーティブラベインに入るよって。 でこいつらがここに、この4つに入るよって。だから、ノートを作るのであれば、これを書いて、矢印で2つにくっつけて、こいつがこっちに矢印行けば OK ですね。この4つ言えて、ここまで言えて、これ言えて初めて1点、進度を覚えてください。あの、ちょっと覚えにくいのは、Vertebrar アーティリアわかるけども、Intercostal、まあ、はわかるよね。なんでかっていうと、スパイナコードの セグメントソルト。これだからそう覚えてください。簡単です。サクラルだけ、ラテラルって名前について、さ、あの、なんだっけ、え、うーえ、覚えて、スルビカルのところが、ブーティブロって名前になってるだけで、他はすごい、リレイツしやすい名前だと思うので、そう覚えてください。はい。というわけで、今回は、ニューランアントミーの、い、入り口に立ちました。えっと、次回からはもう少し、もう少し話がややこしくなってくるので、えっと、 コツコツと勉強を続けることをお勧めいたします。質問があったら、えっ、ー、と、私に電話するなりメールするなり、シューター来るなりして、えっ、ー、と、いつでも聞いてください。じゃあ、今日はここまで。さよなら。